生命科学研究科工事生命科学専攻生態動態生育学分野の友永恵造です私たちの研究室ではウイルスと生物のつながりの本質を明らかにしウイルスとは何かという命題に答えを出すことを目標に研究を進めていますすべてのウイルスは感染した細胞の仕組みを利用することで複製と増殖を繰り返していますしたがってウイルスと細胞の相互作用を知ることはウイルスの病原性や 宿主への適応戦略のみならず宿主側の防御反応を明らかにすることにつながりますそれではまずはじめに RNA ウイルスの病原性と複製動態を探るという目的で行っている研究についてお話しします私たちは核内で増殖を行う RNA ウイルスであるインフルエンザウイルスそしてボルナウイルスを扱っていますこの二つのウイルスは核内で増殖を行う という共通点があり一方でインフルエンザウイルスは急性感染ボルナウイルスは持続感染を起こすという違いがありますインフルエンザウイルスに関してはウイルス感染に対する初期縮小等の解析として小分子 RNA の発現解析を行っており特に糖素転移酵素の発現とウイルス増殖に着目して研究を行っていますボルナウイルスはその複製と病原性に関する研究として ウイルスと宿主の染色体の相互作用核内 RNA センサーと持続感染の維持宿主因子によるウイルス酸染制御について解析を行っていますこれはこれまでの研究成果により考えられているボルナウイルスの感染機構の詳細を示したものですボルナウイルスは細胞の核内で複製します細胞核はボルナウイルスのような RNA ウイルスにとってはとても住みにくい環境ですそこでこのウイルスは V スポットと私たちが名付けた隔離装置を形成してこの中で安全に複製していると考えられています。では細胞が2つに分かれる分裂器の核内ではウイルスはどのように振る舞うのでしょうか細胞の角膜が崩壊し染色体が分裂の準備を始めるとウイルスは V スポットから離れ細胞の染色体にしっかりとこのようにしがみつきます。 そして、染色体がそれぞれの娘細胞へと分かれる仕組みを利用して、ウイルスもまた、安全に娘細胞の核へと侵入し、感染を維持し続けると考えられています。そして、核膜が形成されると再び V スポットを形作ります。ボルナウイルスは、 このようにして安全に、核内での感染を維持しているのです。私たちは、内在性ボルナウイルス用配列の研究にも力を入れています。人の遺伝情報であるゲノム DNA は、細胞の核内にある染色体に含まれています。約60億つもの延期配列からなります。実は、人のゲノム DNA の中には、他の生物から由来する配列が約8%も含まれています。 私たちの研究室はこれまでに、人のゲノム DNA の中にボルナウイルスの配列が含まれることを明らかにしました。これは、レトロウイルス以外のウイルスが動物ゲノムに系統的に内在化していることを示した初めての例になります。このボルナウイルス用配列は、約4000万年前に類人猿の祖先のゲノムに内在化したものと考えられます。 このことから少なくとも RNA ウイルスが約4,000年前に存在したことが分かります。これらの内在化したボルナウイルス用配列は大部分が修道遺伝子である一方で一部にはいまだにオーーープンンリーディングフレームを保持しした遺伝子も存在しますほとんどの配列からは RNA が転写されており非行ド RNA として機能している可能性も考えられています。これらの状況を踏まえて 私たちは現在さまざまな動物ゲノムに存在する内在性ポルナウイルス用配列の機能や宿主との強進化についいてて解析を行っていますそれでは実際に感染細胞でポルナウイルスの配列が宿主ゲノムへインテグレーションされているのでしょうか感染細胞においてポルナウイルスの本体であるリボノクレオプロテイン複合体 RNP は核の中で維持されていますこの RNP が複製することでウイルスは増殖します。またこの RNP が転写されるとウイルスタンパク質を高度する mRNA が産生されます。私たちはこのボルナウイルスの mRNA が宿主のレトロトランスポゾンによって逆転写され実際に感染細胞のゲノムに組み込まれていることを証明しました。現在は ボルナウイルスが宿主ゲノムに組み込まれる仕組みの詳細について様々な角度から解析を行っています私たちはウイルスの病原性や複製動態の解析により得られた知見を活かしてボルナウイルスのベクターとしての応用も目指していますボルナウイルスの持つユニークな特徴はウイルスベクターとしての利点にもなり得ます まず、ボルナウイルスのゲノムは RNA であるため、宿主ゲノムを汚染しにくい特徴があります。また、RNA ウイルスでありながら、核内で増殖するため、核内でのプロセッシングを必要とする小分子 RNA の発現が可能です。さらに、ボルナウイルスは核内で持続感染するという特徴を持ちますが、私たちはマウスを用いた実験で、ボルナウイルスの感染が1年以上安定的に持続することを発見しました。 また、この長期安定的な持続感染は、iPS を含む幹細胞や中枢神経でも観察されています。ウイルスベクターの応用において最も重要なポイントが安全性です。持続感染を起こすボルナウイルスは、感染細胞に障害性を示しません。また、私たちはこれまでにウイルスの増殖に必須の遺伝子を欠損した第2世代・第3世代のボルナウイルスベクターの作出に成功しており、 この新世代のウイルスを用いて安全なベクターの応用を目指していますこののウイルスベクターの研究テーマは RNAi 型医薬品を標的組織ならびに多能性幹細胞で持続的に発現させるウイルスベクター技術の開発という課題名で革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業に採択されており企業同室に向けて5カ年計画を立てて研究を行っています。 このようにさまざまなアプローチによりウイルスとは何かを明らかにすべく日々研究を進めています。興味を持たれた方はぜひ一度研究室を覗いてください。